ニュースマグビです。家族用の PC に表示された広告で大学生の娘の妊娠が発覚した件がありました。東京在住の主婦がパソコンを立ち上げるとなぜかベビー用品の広告ばかりが。彼女には大学生の娘が一人いるだけで二人目の予定もありませんでした。彼女が最近赤ちゃん用品の広告ばかりが表示されるのよとつぶやくと、一人娘が青ざめてガタガタ震え出したそう。話を聞けば最近妊娠していることが分かりましたが、どうしても親に言い出せなかったそうです。スマホと同じアカウントで自宅パソコンにもログインしていたため、履歴が紐付けされたのが原因でした。ニュースマグビ。